いかなるスタイル、なんのその、下手なベースも数打ちゃ当たる。それ、なるちょの、とことんベースの百花繚乱!EX1、ハードで勢いのある、8ビートの曲ですけどもね、それにチョッパーを組み合わせました。親指のアップダウンでドライブ感を出しています。EX2、メタル風の曲ですけども、9小節目からのどこ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 には、やっぱり親指のアップダウンでもって対抗してますね。勢いのある曲には勢いのあるチョッパーでもって対抗してみたいと思います。はい、レッツゴー。EX3、まあどってことない、ハードロックの曲の感じなんですけども、ブレイクしたところでもって、ディストーションをかけたライトハンド、これがこの曲のポイントでございますね。はい。EX4、チョッパーの一発もの、嬉しいですね、こういうのはベーシストにとって、ところがですね、クラビが賑やかですね、ドラムのパターンもうるさいですね、でも構わず、派手さを追求したチョッパーを決めています。レッツゴー。EX5、これも嬉しいフレットレスでのメロディー弾きですね。メロディーが結構高いところにあるんですけども、これを4弦のフレットレスで弾くと非常にピッチが取りにくいんですけどもね、これはハイ C を張った5弦フレットレスですので、無理なく弾けるという、そして、途中でクーッと高い音までいけるという、泣けますね、泣いてください。EX6、 はい、とことん稲田曲でございますね。こういう曲にはやはりとことん稲田ベースでもって対抗するのが究極のベーシストでございます。ピエゾピックアップのついたですねフレットレスベースにですね、スポンジのミュートをつけましてですね、それでもって、ウッドベース的にポコンポコンと弾くという、これはまたたまりませんね。はい、行ってみよう。
EX7A、おしゃれな曲ですけども、ロービーのですね5弦ベースを使ってます。フレーズをシンプルにしてですね、重低音、ゲロの出そうな重低音を強調して弾いてます。かっこいいですよ。レッツゴー。EX7B、A と同じ曲ですけども、今度はですねハイ C を張った5弦ベース、どんどん出てきますね、いろんなベースが、さらにですねその5弦を D チューニングに、して弾いてます。低音部のルートと高音部の和音が綺麗ですね。そのコントラストがミソだと言えますね。同じ曲なのにこうも違うという。はい、どうぞ。EX8A、まずはチョッパーによる例です。コード進行は細かいですけどもね、1小節単位で、リズムパターンを作ってます。ルートのとは違った感じで面白いですね。5小節目から8小節目までは、ペダルの音です。さあ行きましょう。EX8B、次は2フィンガーによる例ですね。リアピックアップを主体にして、ちょっとこうタイトな音を出してますけどもね。フレーズ的にはコードトーンを多用して、細かいビート感を出してます。レッツゴEX8C、最後はですねフレットレスを使ってみました。まあ A のチョッパー、 B の2フィンガーとはまた違ってですね、おにょっとした感じが出ますね。まあいろんなベース使っていろんなサウンドを作る、これはまあベーシスト冥利に尽きるというわけでございます。フレーズはですね、クリシェ風なシンプルなパートと、和音を取り入れたパートとのですね、2つでもってメリハリを出しています。いってみよう。いいだろう。